どこに向かえばいいんだ。これはリッピがさらにつないでくれている光。海、村に着いた時に話した島覚えてる？サラが昔よく泳いだって言ってた場所だよね。うん、子供の頃たまに一人になりたくなる時があってね。私だけの秘密基地があったんだよ。あそこにいる。ここにいるの？どうしてか。ね、君に会いたくて来ちゃったんだ。そうなの？うん、君とお話ししたくて。私ね、お父さんとかお母さんとかお兄ちゃんとお話しするのとっても好きなの。お父さんたちのことは好きなんだね。うん、大好きなんだ。
ことしないんだ。悪いこと？前にクロリエのお祭りに行った時にね、私迷子になっちゃったの。お父さんは絶対に手を離しちゃダメって言ってたのに、すっごく綺麗な飴のお店があってね、気づいたら私一人になってて、公園で泣いてたの。置いてかないでって。私ね、お父さんの言うことを聞かなかったから、悪い子だからお父さんたちに置いてかれちゃうって思ったんだよ。でもお父さんは抱きしめてくれたんじゃないかな。うん、そうなの。すごくほっとしたの。でも同じくらい悪いことしちゃってごめんなさいって思ったの。だからね、私大好きなみんなに悪いことしないって決めたの。みんなが悲しんだり嫌な思いをしないように、いい子でいようって思ったの。でもね、そんな大好きな家族みんながちょっと怖い時期があったんだ。お兄ちゃんが大きくなってお父さんと喧嘩するようになったの。兄ちゃんは家を出て冒険者になりたいって思ってて、お父さんはお兄ちゃんに家業を継がせたいって思ってて、それでよく喧嘩してたんだ。お母さんはなるようになるって言って笑ってて、私は本当にこのままだとうちはどうなっちゃうんだろうってすごく怖くて、バラバラになってしまうんじゃないか、誰もいなくなってしまうんじゃないかって、それは怖くて怖くてたまらない夜、誰にも離れてほしくない。お父さんに、お母さんに、お兄ちゃんに、みんなにそばにいてほしい。だからね、どうしたら家族みんなでもう一度笑顔になれるだろうって毎日ずっと考えて、考えた結果ね、その時の私はみんなとたくさんお話ししたり仕事のお手伝いをするようにしたんだよ。ほら、疲れてたりイライラしていると別のことでもどんどんつながって気がめいったりしちゃうじゃない。だから逆にね、別のことででも明るい気持ちになってれば、そういう気持ちでいられれば、喧嘩とか少なくなるんじゃないかなって思ったの。お父さんの思いを聞いて、お兄ちゃんの願いを聞いて、お母さんの悩みを聞いて、体も休めた方がいいからね、お仕事も一緒に手伝いながら、
ありがとうってみんな言ってくれたの。来てくれてよかったって、その一言でほっとするの。大好きな人はいなくならないって。やってもたまにやっぱりお父さんとお兄ちゃんが喧嘩しちゃう時があって、部屋に行ってなさいってお母さんは言うから、その時私は一人で辛くて布団の中で泣きながら時間が過ぎるのを待ってたの。そういう日の次の日はね、海に出てがむしゃらに泳いでこの島の秘密基地に来るんだ。私の場所なんだよ。大人にとっては行く理由はないし、村の子供でここまで泳げるのは私だけだもの。泳ぐっていうか体を動かすの好きなんだ。くじけそうな気持ちとか悲しい気持ちが剥がれていくような感じがするから。島に着く頃には気持ちも落ち着いて一人でお気に入りの場所に行くの。秘密基地のさらに奥なんだよ。ここじゃないんだ。この入り江の底、すごく綺麗なの。息を止めて入り江に潜る。深く深く潜水して、水の底から見上げる空、周りには誰もいない。私一人水に包まれて、差し込む光を見つめる。ここは一人になりたくない私が一人になって気持ちを沈めるための場所。この水の中で私は自分を奮い立たせるんだ。くじけちゃダメだ。自分が頑張らなきゃみんながいなくなっちゃう。もっと頑張らなきゃって、そうやって心を沈めて秘密の場所に隠して頑張ったんだ。お父さんもお兄ちゃんも時間が経ってお互いのことを認め合えるようになって、また暖かかった家族がそこに帰ってきた。みんなに言われたよ、ありがとうって。よかった、本当に。私は心から安心する。頑張ったから今がある。もし頑張っていなかったら、自分がくじけていたらどうなっていたのだろう。頑張ったから誰も私の周りからいなくならなかったんだ。
頑張ってなかったら、私がみんなの役に立ってなかったら、失っていた。ありがとうっていう、その言葉が自分を支えてくれた。じゃあ、もしそうでなかったら、ありがとうって言われるような自分じゃなかったら、私の願いは叶ったのかな。その言葉がなかったら、私は一人ぼっちになっていたのかな。怖い、怖いよ。だからね、だからこそ。私は一生懸命頑張らなきゃ。これが思い出してしまった君だというなら、どうして？追ってこないで。私はもうそうしてくれる君に何もしてあげられない。そんな資格もない。分かったでしょう、私は悪い子なんだって。だからもうみんなのそばにいられない。
そんなことないよ。あるよ。私、みんなの力になれないのに、みんなのそばにいることを望んでしまった。それが、みんなを傷つけるって分かってて、なのに、諦められなくて。また、みんなに迷惑をかけちゃってる。そんな自分が、許せない。許せないのに、怖いんだ。みんなと離れて、一人になってしまうことが。私が頑張れなくなっても、何もしてあげられなくなっても、一緒に隣を歩かせてくれる。もちろん、当たり前じゃないか。ありがとう。君の優しさを知っていて、そんな都合のいいことを思ってしまう私は本当に悪い子だから、こんな弱くて醜い私はもう置いていって、弱いなんてそんなわけない。醜くなんかあるものか。自分の心と向き合える強さを持っているから、そう感じてしまっているだけじゃないか。Thank you.
ここがお気に入りの場所。その闇に手を伸ばそう。僕はその君に会いたいんだ。アスモデウスの魔力が散っていく。サラ、置いてかないで。怖いの、みんながいなくなるの、嫌なの。それを聞くのは、知るのはアレンじゃないといけないわ。よしよし。サラ、置いていったりなんかしないよ。思いを沈める必要なんてない。一緒にこの冒険に連れてきてほしい。
それも君なんだ。僕はその全てを大切に思う。強くあり続ける必要なんてないんだ。置いていかないで、連れてきて。心の内にある光も闇も、強さも弱さも、頑張る君も、くじけた君も、全部サラだから。沈めてしまった小さなサラの心と一緒に、すべての君と一緒に、これからも歩いていきたいんだ。ずっとサラは一緒に戦ってくれた。隣に並んでずっと。だから僕もサラの隣に並びたい。同じ高さでその景色を見たいんだ。サラ。むちゃしすぎだよ。それなんだか最近よく言われる。昔はそうでもなかったと思うんだけどな。ありがとう。ごめんね、すっごく心配かけちゃったよね。うん、すっごく心配した。みんなに怒られるくらいにね。うん、そうなんだ。意外かも。そうかな。うん、そんな君見たことなかったから。みんなにも同じようなことを言われたかな。さらにその顔は見せちゃいけないって。そうなんだ、ちょっと見たかったかも。見たいの？うん、君のその顔も
みんなの顔も。新しい気持ちで、私で、またみんなと出会いたい。そうだね、戻ろう、みんなのところに。うん、捕まってて。私、泳ぐのは得意だから。今度は僕に捕まって。